アミント・レ・ファン・ファーニア・ミント・レ・ファン・ファーニは、イタリアの政治家、経済学者、首相、労働社会政策省、外省、元老院議長、元老院議員、キリスト教民主主義書記長、イタリア中部の小都市、ピエーベ・サント・ステーファノで生まれた。その後ミラノのサクロク・オーレ・カトリック大学に進学し、卒業後は、同大学やローマ大学教授などを歴任した。 第二次世界大戦中の1942年、イタリア大学カトリック教徒連合の一員として、旧イタリア人民党のアルチーデデガスペリラと共に、戦後のイタリアで大きな勢力を誇ったキリスト教民主主義の決闘に参加。1946年6月に発足した憲法制定議会の議員に選出される。翌1947年5月、 第四次デイコールガスペリ内閣の労働、社会保障省として初入閣。1954年1月に初めて首相を務めて、以降5回にわたり、同国の首相を務めたほか、DC 書記長を2度、上院議長を3度、外務大臣を4度務め、国連総会議長にも就いた。1972年には上院の就寝議員に任命。また、数回来日している。 一日,日派で高松の宮殿下記念世界文化賞の国際顧問主催を務めた。1980年代もスパドリーニ政権第二次クラクシ政権の総辞職を受けてショートリリーフ的に首相に就くなど活躍したものの、単純トポリを契機とする DC の彗星を食い止めることはできず、ファンファーには1994年1月の DC 回答を見届けた。 1999年11月20日に、ローマの病院で91歳で死去し、国葬が行われた。冷戦下における、イタリア国政への貢献は多大であったとの評価も、ある一方、ライバルと言われていたジュリオ・アンドレオッティと同様に、あまりに長く権力の座に止まったことや、そのためもあり、現役時代にマフィアなどの犯罪組織との癒着が、たびたび噂されるなど、その評価は、大きく分かれる。 ありがとうございます。